皆さんいつもお世話になっております。優しいビジネススクール学長の中川浩一です。本日は全ての方にとって本当に朗報。優しいビジネススクールとして開講しております。毎週の第一人者によりますライブ講義を今後全てライブ無料としたいと思います。どなたでも登録不要で YouTube に来れば誰でも見られるという状態にしますので、皆さんには本当ぜひ見ていただきたいなと思います。 いや、というのもですね、なんでこんな判断したのかというと、ほんとみんなに見てもらいたいんだもんという、この一時につきます。今開校しております、日本経営士え。こちらには経営士学会の会長まで務められまして、大阪大学の名誉教授でもいらっしゃいます。私も判断に在職中は大変お世話になりました。安倍拓先生に、明治の日本を作り上げた渋沢栄一や岩崎あ太郎のような企業家さんを取り上げていただきまして、 もう現代社会にとって大切な企業家としての精神、社会を作り上げていくってどういうことなのか、こんなのを学べる講座をやっておりまして、いや、本と皆さんに見てもらいたいということで、これまではですね、前半半分は無料公開、後半半分は有料会員限定としていたんですけども、今後は全て無料で公開しますので、本当と皆さんにぜひ見てもらえばと願っております。そして8月から開講しますのは、優しい株式投資。 こちらはですねレオスキャピタルワークスと言いますソフトバンク系列の投資会社さんでお金を投資するということそのお金で会社を育てるということキャピタルゲインを得るということそれってどういうことなのかまたそこでうまくやっていくコツはどういうものなのか。 ま、この株式市場全体をどういうふうに捉えればいいのかから、個人投資家としてどういうふうに考えればいいかまで、レオスの中木さんにいらしていただきましてお話しいただきますので、こちらも本当に見ていただきたい。近年ですね、イデコだとかニーサだとかいろんな形で個人がですね、金融商品を運用する機会というのは増えておりますけれども、これをどういうものと捉えればいいのか、決してギャンブルなんかではないということで、皆さんによくよく聞いていただきたいなと思うんです。 また8月からは私自身はビジネスプレゼンテーションということでまあ私今年の頭にですねプレゼンの教科書という本を出させていただきまして東洋経済さんから発売中で大変好評を博しておりますけれどもこちらの内容に沿りまして中川としてどういうふうにプレゼンをしているのかその技術を皆さんに学んでいただこうと思いますそして9月にはですね営業マネジメント論ということで 実は当社の営業も手伝っていただいてもおるんですけれども、もともと大手外資系企業で営業のマネージャーさんを務められておられまして、現在はですね、その営業マネジメントの手法ということで独立して様々な会社さんを指導されておられます岩本聡さんをお招きしまして、営業組織をどうマネジメントしていくのか、そして究極的に一人一人の営業さんはどういうふうに行動していくべきなのか、 解説していただきたいと思います。もう国艦先の講座もですね、私がなぜお勧めするのかお分かりいただけたんじゃないかと思います。いずれの講座もめちゃくちゃ大切ですね。皆さんにはぜひライブ講義にいらしていただいて参加いただければというふうに願っております。また、単にライブの場だけじゃなくて、言うてもライブ見逃してしまった、どうしてもその日は都合が悪いという方もいらっしゃると思いますから、1週間までアーカイブも無料という形にしたいと思います。 1>, 1週間以降はやさび会員限定ということにいたしましてえあの先生の前のアーカイブ講座見たいなあるいはもうすでに開講済みの科目であの科目のライブ講座からぜひ勉強したいまる先生の講座を受けたいという方はですねぜひやさび会員を検討いただけばと思います最後にこちらもプッシュをしておきたいと思いますやさしいビジネススクール会員こちらも本気でおすすめができます ライブ講義のみならず、1科目8本分、それらを全部学べば、大学で学べる1単位分ぐらいの講義内容が腹に収めることができるということで、当スクールとしてこの科目ならこの人だろうというような、第一人者の人々を集めて提供しておりますので、 もうすでに MBA などで学ぶべき基本科目40科目以上が開講されておりますので、ぜひ皆さんにこちらもご活用いただきたいなというふうに思っています。まあ、ちなみに1科目終了しますと1単位を差し上げているんですけども、10科目以上で当スクールから認定経営マスターとして認定書を提供させていただきますし、もちろん履歴書にも書けるということになりますので、ぜひですね、この認定マスターを目指していただければと思います。ちなみに今最も科目数を取っていらっしゃる方、もうすぐ3 30単位に届きそうというところになっておりまして20単位でシルバー30単位でゴールドという形で提供しておりますので皆さんにはぜひぜひ学びを深めてていいただけばなという,ふうに願っておりますやさしいビジネススクールにはこのほか各種辞書勉強会ですとかサークル活動また提携先のサービスとしまして副業マッチングなども活用できますので皆さんには是非やさびから広がるさまざまな学びの世界に飛び込んできていただきたいなというふうに願っております。 会員種別は2つあります。1つはこの YouTube でのメンバーシップ登録で YouTube 上で全てを閲覧できるというような YouTube 会員の形。もう1つはですね、もうちょっとこう密にお互いの顔が見えるような距離感で学んでいきたいという方には、Zoom 会員というものがあります。もちろん Zoom 上でもですね、顔出し今日はしないでおこうという時にはですね、しないでも全然できますから、 2種類の会員種別主としてチャット上でライブ講義とかに参加していく YouTube 会員かあるいはさまざまな講義に Zoom で参加していくという Zoom 会員か皆さんの相性の良い方を選んでいただければと思いますちなみにですね人気があるのはどちらかというと実は Zoom 会員だったりするんですね詳細につきましてはウェブサイトなどにも書いておりますので皆さんに見ていただければと思います まあ、ともあれ、今日の話は戻りまして、ライブ講義、今後は全部無料公開としますので、皆さんとして興味のある科目、どんどん学んでいただけたら嬉しく思います。ぜひ今後も優しいビジネススクール、優しいビジネス研究と一緒に、道を歩んでいただけたらと願っております。